野崎チャンネル。さあ、沖縄キャンプ3日目。今日は中日ドラゴンズにキャンプ視察行ってきましたということで、今日沖縄です。那覇地域。多分ね、今季じゃない、サウザイがこの沖縄に来てから一番天気悪かったね。結構雨もね、降ってきてて、まあそんな16、7度ぐらいね、あったんでね。あ、これね、前もありましたけど、これ雨降ってるからね、この T シャツ、こんな感じじゃないからね。これ柄だからね、全部。汗とか雨とかじゃないからね。柄です。はい。キャッチャードリーム、WCBF、世界少年野球推進財団の T シャツです。はい。はい、ね。というところでね、言ってましたけども、まあ今日のね、まあトピックで言えば、やっぱりドラゴンズ、今年で言えば、やはりね、皆さんもご存知の通り、ね、投手は強力やと。なぜ10敗カルテットが生まれるんやと。打つだけやと。でもランナー出ますよと。どうやって返すかが勝負ですよっていうね、ところ。それとプラスアルファはやっぱりね、センターラインっていうね、このセンター岡林はね、充実してるけど、この二遊間をどうしていくかっていうところがね、一番のこの課題になってくるところで、まあね、今季ね、新人っていうところでは、昨年ドラフトでね、入った辻本、そして津田、この両選手、そして、おととしのね、ドラフトで加入した、村松、そして福永、ね、そして田中っていうね、ところと、あとは外国人選手カリステ、ね、これがどういうふうにね、この二遊間を取っていくのか、争いに勝つのか、ね、っていうところが大事になってくるところで、そこを注目して、キャンプね、見てまいりましたけども、ね、今日シート打撃があってね、ピッチャー根尾と清水が投げたんですけども、これ根尾の話はね、後で言いますけど、あ、もちろん今日も日刊スポーツのコラボで書いてますから、ネット記事含めてね、特にドラゴンズファンの皆さん、読んでみてください。ね、そこでなったんですけども、このね、まあ、守備もね、バッティングもどうかなっていうところでね、これまず津田選手ね、いきなり飛んできたショートゴロ、ね、グローブサブキックマーク取って、ファースト、低投ワンバウント、ね、そして、辻本選手も、イニング間のね、ピッチャーが変わるところの内野のゴロ、早球練習で、ファーストイズ、ワンバウンド、デートっていうところで。バッティング練習中のサイドノックとかでもね、見てたけど、グラブさばきとかめっちゃいいんだよね、このボールに入っていく。でもそのね、丁寧にやろうっていうね、まあ適当にやろうっていう感じじゃないの。丁寧にやろうとしすぎるあまりね、スローインも停滞するのが早くなって、若干ね、ボールに勢いつかずね、垂れていくっていうところがあるんで、ね、先ほども言ったように、このね、ドラゴンズは二遊間をどうね、勝ち取っていくのかっていうところは、今フリーの状態、誰でもレギュラーになれますよっていうね、ところの二遊間で、やっぱりね、そういう細かいところだけどね、ちょっとしたことでもしっかり丁寧にパンパンとね、やっていかないとね、ちょっと見栄えが悪くなるからね、もったいない。だからね、丁寧にやりすぎてミスが起きるんだったら、もっと思い切ってやるとかね、大胆にやるっていうところもね、必要になってくるところでもあるからね、そういったところはね、小さいことだけども、しっかりね、スローとかもやっていきたい。ね。で、あとはもう結局はね、打ちゃいいからね、多少ミスしても打ちゃね、なんとかなるから、このね、この辻本、そしてね、津田の両選手がね、どこまでバッティングでね、のし上がっていけるのかっていうね、ところが勝負だからね、しっかりこのね、打つのをね、頑張って、こう定位置を取っていければね、ドラゴンズもね、一気に打撃があれば、順位もね、6回でバーンっていく可能性十分にあるからね、そこでは今後ね、実戦含めて、練習試合、紅白戦、そして、オープン戦とね、見ていきたいですね。ちょっと細かいところがね、気になったっていうところがあります。そして、このね、シード打撃で、まあ、そのね、前の、前々年のドラフト1位コンビ、ブライト・ウカイ、ここら辺もね、やっぱりドラゴンズファンとしては、出てきてもらわなきゃ困るっていうところで、ブライトがね、そうシード打撃で入った時に、ツーストライク、追い込まれてからね、こういう、右打ちの、ね、絶対ボール球振らないぞっていうね、絶対こうね、昨年ね、阪神タイガースがフォアボールを増やしてね、勝っていったように、ボール球振らないで、最悪フォアボールね、引きつけて右打ちでね、しっかりボール見ていくよっていうね、ツーストライクになってからのね、打撃、見えたけども、なんかね、窮屈そう。なんか、カットマン、カット打ちみたいな感じになってるから、そういったところがね、どうなのかなってね、そのやろうとしてる根拠ね、やろうとしてる姿勢はね、めちゃくちゃ評価もできるし、そういうところも大事だと思う。でもそのね、ブライトっていうことを考えるとね、もうちょっとね、その、見る方も、もうホームラン20発とかね、この、もう思い切ったっていうかね、っていうところも期待してるところもあるけどね、まあその2ストライクからのバッティング、2ストライクバッティングっていうところは、まあいいんだけどなんかね、窮屈そうっていうかね、
なんかこうコツコツ当てるだけのなんかこうちょっと違うんちゃうかなっていうところが感じたわけ。でも豪華なね、バッティング練習も見させていただいて、ブライトとかね最後の組でねなかなか回ってこなくて最後まで待って見たんだけども、だいたいね 95%、9割9分ぐらいね全部そのバッティング練習も右方向打ってたのよ、センターからライトへね。これがもしね引っ張ってばっかりいたら、いやいやいや練習でやんないことを実践でもできないよって思ってたけども、ちゃんとバッティング練習でもね反対方向でっていうところでできてるんだけど、そのバッティング練習の時にゆったり早めにタイミング取ってしっかりねパーンって逆方向に打ってたわけ。そんなバタバタしないでね、慌ただしくない中ゆったりと取ってからパーンって打ってたから、そのバッティング練習と同じような感じをその実践形式のシートバッティングの中、もしくは今後公式戦ね、オープン戦、練習試合、紅白戦とか始まっていく中で、ね、それがもっとできればね、もうそんな忙しくない、慌ただしくないバッティングになるから、もうちょっとその練習でやってることを実践で活かしたいね。まあそこが発展途上っていうか、まだ途中っていうところもあると思うけどね、練習ではできてたからね。で、最後3球ぐらいね、パンパンって引っ張ったら、そのうちの1本がね、ホームラン打てるっていうところで、まあ俺もね、現役時代、ほぼ 99% バッティングは全部、逆方向を言って、引っ張ってホームラン1戦も出ますよ、みたいな感じでね、トーンって打ってたからね。非常に練習のね、あの姿勢っていうか、練習方法としては非常にいいと思うんだよ。だからその、ね、練習の感じのゆったりしたやつを実践でもやっていくっていうところをね、こっからできるかどうかはね、これができていけばまたブライトの魅力がね、広がっていくからね。そこら辺はね、まあ、おいおいね、継続しながら、見て、いきたいかなと。ね。で、あとはやっぱりね、寝尾ですよ。寝尾ですよ。ね。シートバッティング。投げてましたけども、まあ情報によるとね、前回のシートバッティングはフォームをね、崩して、ちょっとね、ばらけるようなピッチングになったっていうところで、まあ今日ね、足休みですから、今日になった時にどうかなっていうところでは、結構ね、7人のバッター投げて、村松がね、センター前ヒット。これ村松もいいね、アピールだね。こういうシートバッティングでもね、打つところをしっかりね、見せていくことによって、この二遊間ね、しっかりポジション取れるからね。こういう一本のヒットっていうのはね、村松のナイスバッティングっていうのはあるけども、こうネオもね、ほぼ全部のね、選手、ストライク先行で勝負できたっていうところもあるし、多分投げてる球種、まっすぐ、カーブ、チェンジアップかな、フォークかなっていうところを投げてたんだけども、ストライク先行で勝負できてたし、ちょっとボール先行をたまにした時でも、そこからしっかりストライクを続けて、そこからね、こうフォアボールとか、カウントが悪くなっていくとかね、暴れていくっていうところなくて、今日は非常にね、制球力も約、自分のペース、自分のリズムでね、投げてたかなと。ゆっくりしたフォームで、フォームを大タイムに使いながらっていうところではね、非常に良かったと思うんでね。で、しかもそのね、シート打撃が終わった後も、ブルペンに移動して、なんかあの、おかわりピッチングっていうらしいんだけども、まあこういうのはね、あの、ネオの場合、今季特にそうらしいんだけども、良くても、そういう実践形式がね、良くても悪くても、必ずもう一回ブルペンに入って、修正と、良かったことの確認と、ね、っていうことを必ずブルペンに入ってやっていくっていうところで、良くも悪くもその場だけで終わらせないっていうね、試みがあるっていう、この非常にいいことだね。で、おかわりピッチングって言ってるらしいんだけども、そこをしっかりした上でね、やっていくと。今、ネオの立場からするとね、ポジションを与えられている場所じゃないっていうところは、このね、強力ドラゴンズ、投手陣の中で、そのポジションを勝ち取っていかなきゃいけないわけよね、そこ。そうなった時に、悠長にね、のんびりやっていくわけにはいかないっていうところで、しっかりね、このステップアップとして階段をね、こう上がっていくっていうところはね、非常に、できてるんじゃないのかなと。で、そこでしっかりね、ブルペンでも修正をして、で、まあ、ブルペンも行ってね、ブルペン見させてもらいましたけども、しっかり修正して、そこで確認して、今日一日を納得いった形で終わるっていうね。で、別にそれを球数がね、別に、こっちから、必ずこの球投げなさいっていうところもなくて、自分でしっかり納得できたら終わっていくっていうところでは、非常にね、いい練習ができてるんじゃないのかなってね、そういう取り組みも含めて、コーチの指導も含めて、なんか感じましたね。しかもホームでもね、結構大きくつけて、足も上げて、で、こうね、ゆったりとした中で、その投げた後、躍動感持って、キャッチャーの方にね、パーンって飛んでいくようなね、このダイナミックなフォームっていうところもね、非常に良かったし、だからそのダイナミックさが、このね、ボールとに全部伝わっていけばね、さらにもっとストレートも良くなるだろうし、変化球のキレも増すだろうし、このね、バランスと全てが、ね、噛み合った時はね、非常に楽しみになっていくんで、まぁ、ちょっとずつではあると思うんだけどもね、階段もいい感じでね、登っていってるんじゃないのかと。ね。で、あとはね、この今、メジャーで大谷翔平がね、二刀流っていうところもあるけども、今ね、この先発でね、しかもセリーグは DH ないからね、リアル二刀流ができるのはね、ネオ一番近いと思うんだよね。
ドラゴンズで先発ネオになって9番にネオが入ってっていうところでね、そこで打てば打線の厚みもね出てくるしね、二刀流っていう形もあるしっていうところではね、この日本のね二刀流ピッチャーのところに入ってっていう、ね、セリーグの中でっていうところで言うとね、あり得るからね、そういった面ではね、この日本でネオの二刀流っていうところはね期待したいし、またこういったところでねファンの人も喜ぶだろうし、大きなね可能性を見出していくっていうところではね、非常に面白い存在ではあるんでね、まあ、ちょっとずつだとは思いますけどね、成長している部分ではね、期待も、したいなっていうね、ところが、まあ、今年のキャンプかな。あと、まあ、中地とね、中田も練習してましたけど、ね、さっきのブライトの話じゃないけども、中田とかね、バッティングの3分の1ぐらい、2ストライクバッティングね、ここ2、3年のね、中田の追い込まれてからの右打ちのね、軽打でヒット打つ、タイムリー打つっていうところ、めちゃくちゃいい感じじゃん。それも今のこのキャンプでもね、3分の1ぐらいね、その2ストライク追い込まれたと想定してのバッティングね、器用にこう肘抜いてね、打つのとかもやってて、やっぱこういうね、その試合だけじゃなくて、練習で3分の1ぐらいをかけて、そういうカウント想定のバッティングをしてることがね、試合でも生きてんだなと。でも先ほどブライトの話じゃないけど、ブラウトもね、中田がちょうどいい感じでね、その2ストライクバッティングっていうところをね、やってるからね、そういったところを中田から学んでね、自分のものに吸収していけばね、大胆さもあり、繊細さもありっていうところの技術がね、増えていけば、非常にいい筐体としているんでね、学んでもらいたいなっていうところでね、まあ、中地もね、元気でやってた、あと70本強ぐらいかな、2000本安打までね、ぜひ、頑張ってね、2000本打ってほしいね。そういったところがね、今日のドラゴンズのね、キャンプレポートっていうところになりましたけども、やっぱりね、この、福永、まあ今一軍ではね、福永、村松、そしてカリステ、辻本、津田っていうところがね、このどこまでね、食い込んでいくのかっていうところが、やっぱりこのドラゴンズのね、今年の命運を握ってるっていうところでもね、過言じゃないんでね。あと、ディカーソ、なんか柔らかくて、バッティング見たけどね、いい感じであるから、これがパンチ力生かしてね、アーティスト系になっていけばね、面白い存在になっていくんでね、まあ、カリステ、ディカーソン、ビシエド、ね、この外国人をどう起用していくのか、外国人問題、ファーストに中田が入った時にビシエドどうしていくのかっていうところはね、まあ、今後用意ね、実践も見ながら、また、評価ね、確認、していきたいなと思いますね。ということで、那覇はね、明日、全球団休みと、なっております。ということで、佐々木の、中日ドラゴンズ、ね、キャンプ、レポートでした。ね、津田、辻本。頑張れ。